これはなんだ。ノスタルジックな気持ちで物を見るんではなく、今この瞬間に見た時にかっこいいかどうか。毎日旅行してる感覚になれそうな部屋かもしれない。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、足立梨花です。遠くに行くことだけが旅じゃありません。私たちにはまだ知らぬフロンティアがすぐそこに残されています。それはこの東京に無数に存在する小さな部屋、それぞれの人生が刻まれた奥深い宇宙を探索したいと思います。タイニールームユニバース始まります。おお、ここだ。待って、かわいいステッカーがある。どういうお部屋なんだろう。失礼します。わっ、すごい。待って、私とは全然住む世界が違うかも。あ、マットかわいい。絵なのか何なのか、おしゃれなものが。こういう緑って上から吊るすんだね。椅子がこんなにあるってことは意外と大人数で住んでるのかな。これって家にあるものなの？お店でしか見たことないよね。これはなんだ。こっちもお皿だ。シンプルなっていうよりかちょっと個性的なお皿が多いのかな。すごい、またこっちに入ると雰囲気がちょっと変わるんだよね。レコードだ。ポラロイドカメラもある。何これ。本当にいろんな種類のものが置いてある。結構バラバラかも。めっちゃ気になるこの子。なんかね、インドとかそっちの東南アジア系のとか言って、これ守り神みたいな感じだったらどうしよう。絶対罰当たるよね私。すいませんでした。見れば見るほど謎が深まりますね。毎日ホテルにいるみたいだよね。毎日なんかいろんなところに旅行してる感覚になれそうな部屋かもしれない。こんにちは。こんにちは。足立梨花です。高島と申します。よろしくお願いします。高島さん、はい、全然想像できないです。どういう方か。ファンアゲインというインテリア関連のリサイクルショップをやってたり。だからか、はい。ちなみに一人暮らしですか。はい、妻と二人暮らし。ああ、はい。お皿多くないですか。そうですね。友人を呼んだりして食事をこう提供するのも好きなので、あとはその物を集めること自体が好きなので、どんどん増えていった感じです。この、はい、棚。棚、はい。もともとお店に使われてたものだと思うんですけど、はい、陶器、好きな陶器がどんどんこう溜まっていくんですけど、全然見えなくなるのが寂しくて、まあ、ちょっとこう自分たちが普段目に入る場所に置きたいなっていうところで探して見つけてきた。見せたいっていうのもあるのかもしれないですね。あ、なるほど。半分自慢ですね。自分の自慢のコレクションを見てくれ、ね、みたいな感じなんですか。そういう気持ちを多分半分ぐらいあると思います。そういうことなんですね。はい、気になったのが、はい、椅子が結構たくさん。そうですね、多いですね。多いなと思って、しかもまた結構全部種類がバラバラなのも気になったんですよ。はい、バラバラなのは全部リサイクルショップみたいなところから集めてきているので、非常に安価で手が届きやすいものなので、まあ、バラバラになっちゃったりもしますね。お椅子のお値段ってこれが3000円。3000円、はい、一つ、でも一つ3000円で、テーブルも3000円だったし。テーブル3000円、これも確かね3500円ぐらい。1万5000円で、これが完成するんですか。しますね。作れた飲食店とかからこうそういうテーブルとか椅子とか引き取ってくるって言ってるようなお店があるんですよ。はい、そういうお店に行って、まあ、倉庫みたいになってるんですけど、そこからこういいのを探してくるみたいな感じで。私の中にはない椅子の探し方です。はい、お金をかけなくても、はい、なんかこう素敵なものを見つけたいっていう前から強い気持ちがあったので、できるだけ安く安くって考えていくと、そういうところに行き着いた感じ。あとこう気になったのがここのお部屋なんですけど、はいはい、すごいレコードがたくさんありますよね。はい、そうですね。昔からすごい20歳ぐらいの時から好きで集めていて、はい、
ポラもあるし、はい、なんかここがなんかすごい不思議な空間になってる。そうですね、ここは特に僕の趣味のものをまとめていて、そうなんかこのすごいごちゃごちゃっとしたところとそうじゃないところみたいなメリハリをつけた空間がすごい好きなので、わざとここはもう物がモリモリになるようにあえて圧縮陳列してる感じですね。さっきずっと気になってたのが、はい、この子って何ですか？あ、それなんかインドの神様なんです。やっぱインドの神様だった。合ってました。合ってました。なんかすごい変わってるねとかいろいろ言ってたけど、指さしてた神様、ごめんなさい。なんかあの民芸品なので手で作られていて、なんか一個一個全部適当っていうか、緩いんですよね。なんで顔もちょっと可愛い感じになったりとか、バラバラなものが置いてあるのに、はい、なんでこんなに綺麗に見えるんですか？はい、私も物多くて、はい、そうですね、一応気をつけてるのが、はい、その仲間をどう作るかっていうので、まあ、全然テイストとか素材は違っても、はい、白いゾーンから黒いゾーンに行ったりとか、でそのグラデーションで茶色から赤に行ったりっていう風な感じにするのと、背が高いものを奥にして、もちろん小さいものを手前にすることで、はい、こう奥行きが見やすくなったりもするので。ここが前線たちですか？あ、そうです、よく聞く一軍たちです。一軍たちですか、ここ20代の頃に DJ をやってたりして、はい、まあ、踊れる曲みたいなのを聴いてきたんですけど。 DJ やられてたんですか？いや、でもその頃はみんなやってましたよ、はい、そういうもんなんですね。そうです、あのやってたらモテると思ってたんで。はあ、なるほど。今一番聴いてるのはこのミッシェルっていう、はい、女の子4人と1人の DJ でやってるバンドなのかな、まあ、すごくポップなんですけど、なんかちょっとこうセンチな、メロディーもあったりして、でジャケットも素敵なので、確かに、はい、飾ってても可愛い感じですね。可愛いですよね、はい、なんかこれがこの大きさのこの絵を買ったって思うと、でしかも音楽もついてると思って、まあ、4000円ぐらいかなと思うと、なんか急に安く感じるし、集めたくなるというか、っていうのありますね。これは横尾忠則さんっていう、デザイナーがデザインしてるんですけど、まあ、こういうものは本当に1000円2000円ぐらいで、そう買えちゃうので、結局これの1970年ぐらいに作られたものなんですけど、はい、今みたいにいられがフォトショガっていうのはないわけなんです。ないですね。その中で、あのこういろんな工夫を凝らして作ってるデザイン結構好きで、でもさっきから聞いてると結構アートとかもお好きなんですね。そうですね、でもどちらかというと、レコードを集め始めて、レコードのジャケットが好きで、その延長線上で、まあ、アートにも興味がある。そうなんですか、はい、結構全てはレコードから来てるところが多いですね。そうかもしれないですね。最初に入ってきて、はい、一番やっぱ目に入ってきたのがこの植物、はい、緑なんですけど、うん、飾り方というか置き方に割とこう気をつけていて、この大きな写真がまずあるので、まあそこを中心として。これはあくまでも写真がメインってことですか？どちらかというとここの部屋は写真がメインですね。で写真の中に植物がたくさん入ってたので、もうそれに合わせて写真の植物と本物の植物みたいなコントラストで並べるのもいいなと思って。じゃあ絵から想像して植物を置こうと思いました。はい、家に行って、まあ、こう椅子とかソファに座って、はい、そこから見える景色っていうのが、まあ、一番こう見てる時間長いので、はい、こういう写真とか見える景色に何を置くかっていうことに対して重きを置くようにはしてますね。じゃあこのレイアウトの仕方も、はい、この椅子から見てどうかっていうことなんですか？そうですね、あの僕はいつもここで、妻はそちらなので、はい、妻は焼き物が特に好きなので見えるようになっていて、なるほど、僕はレコード自分の趣味のものが見えるようになって。あ、面白い。こういうこうものを集めるようになったきっかけって何かあったんですか？あの前の仕事で、まあ、洋服屋にいたんですけれども、洋服をこう並べる係とか飾り付けるみたいな仕事をしていて、はいはいはい、まあ、そこで、そういったものに出会って、うん、そういうものを好きな人も周りにたくさんいたので、まあ、そこから結構よりこうインテリアの小物を集めるようになったっていうのはあります。ちょっと民族チックって言っていいんですか？はい、こういうものが好きになったのも、民芸品が好きになったきっかけっていうのは、はい、
大分県の温田焼きっていう焼き物があって、はい、まあ、それを見た時に何て言うんですか、昔のものなんですけど、すごい今見てかっこいいじゃんっていうものに出会った瞬間があって、はい、あ、これって本当にかっこいいよねっていうものを探すようになったというか、っていうのはありますね。昔を懐かしんで、うんうん、ノスタルジックな気持ちでものを見るんではなくて、今この瞬間に見た時にかっこいいかどうかっていうことに対してすごくこう考えるようにはしてますね。今かっこいいなって思えるものであったら年代は関係ない、はい、あ、全然関係ないです。で、古いからいいってわけでもない。全然なくて、はい、あ、そういう考え方なんだ。あと、ただ値段が高くてかっこいいものは買えないので、はい、あとその全体をやる中で一個だけすごい高いものがあっても、うんうん、なんか他が良くなかったら全然ダメなので、全体通してきちんと自分の好きなもので囲まれたいと思うと、うんうん、めちゃくちゃ高いものっていうものは基本的に他の買わない、手に入れないようにして。今僕がやってるお店もそうなんですけれども、うん、安くても素敵なものをたくさんあるっていう気持ちで、まあ、物を選んでたりするので、まあ、この部屋に引っ越してきて部屋を作ろうと思った時も、ちゃんと自分が物を見るのに対してこういうことを大切にしてるってことを持っていれば、高いお金を出さなくても素敵な自分好みの空間を作れるなっていう思いがあって作ってました。こういう、はい、趣味ができたからこそ今のお店をやってるっていう部分はちょっとあったりするか。でもそうですね、それは大きいかもしれないですね。なんかそういうことをより多くの人たちに知ってもらいたいなっていうのはやっぱりあったので、うん、なんだろう、こんなにも物がたくさんあって一つ一つはちょっとバラバラに感じるようなものでも、こんなにも統一感があっておしゃれに見えてっていうのが私の中ではすごく発見で、自分家もどちらかというと物も多いし、バラバラの物が好きなことが多いので、なんかその家がちょっとおしゃれになるヒントみたいなものがこのお部屋にはたくさんあったのかなと思いましたね。次回はどんな小さな宇宙が待っているのでしょうか。タイニールームユニバース、足立梨花でした。